に始まりましたポケモントーナメントウルトラカップマスターボール。チャンピオンの座につきカップを手にするのは果たしてどのトレーナーなのでありましょうか。ここでサイコキです。おーっと、このポケモンではまずかったか。試合開始早々いきなりダウンだ。初めから大変なバトルになっております。ここでブースターの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。ここで波乗りだ。おっと、ポケモンの選択を誤ったか。おっと、一発の攻撃でダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。ここでガルーラの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。大きなダメージ。さあ今度は、よし、ヒット。さあ激しいバトルです。これはどうだ。よし、おっと、ダウンだ。ここで試合終了。さあ今度はいかなるバトルを見せてくれるのでありましょうか。第2回戦です。さて、おっと、急所を捉えた。さあ対するは、おっと、これはいまいち。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。ここで波乗りだ。よし、あっと、ガラス来たか。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでウツボットの登場だ。さあ、まるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。ここでサイコキです。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。あーっと、一撃で倒れてしまった。さあ、使えるポケモンの数に差がついている。ここでプテラの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。激しい攻撃。弱点をついた。あーっと、一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。今度のバトルも楽しみなところ、第3回戦です。おっと、ポケモンチェンジ。このポケモンでは分が悪いと判断したのでしょうか。ここでサッカースの登場だ。
さあまずは鋭い当たり。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここで最高気です。大きなダメージ。おっと張り切っています。さあ激しいバトルです。これはどうだ。よし、あっとダウン。さあ次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでストライクの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。激しい攻撃。おーっとポケモンの選択を誤ったか。おっと張り切っています。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。ここで10段ボルトだ。狙い的中。あーっとガッツだか。残りのポケモンの数に差がついております。さあ最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。ここで波乗りだ。弱点をついた。あーっと一撃で倒れてしまった。ここで試合終了。興奮も大いに高まってまいりました。第4回戦です。バトルの姿勢に移って、ここで自陣攻撃。おーっとポケモンの選択を誤ったか。おっとヘビニアム。おっと麻痺してしまった。両者とも大健闘です。さて、あーっと地割れ攻撃だ。おっとこれは外れ。激しい攻撃。引け目十分。あーっとダウン。今のダウンでポケモンの入れ替えが行われます。ヤドラスの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。おー一撃必殺。あーっと一発の攻撃でダウンだ。さあ次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでミュウの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対2、両者一歩も譲りません。戦う構えに入って、さあここでよし、おっと電磁波。おっと麻痺してしまった。白熱したバトルが続いております。あーおっと攻撃が外れた。さあこれは急所にヒット。さあ熱いバトルが展開されております。
してしまった。さあ出せるポケモンは一匹しか残っておりません。ここでミュウツーの登場だ。現在のところ残るポケモンは1対2、緊迫した戦闘が続いています。ここでキューバストルトだ。逆転をついた。おっとダウンだ。両者とも残るポケモンは1匹ずつ。ここでケンタロスの登場だ。現在のところ残るポケモンは1対1、バトルは大詰めを迎えています。激しい攻撃、激しく当たった。さあ今度はよし当たった。かたやまだ余裕しゃくしゃく、かたや疲れを見せております。ここで最高気です。急所を捉えた。ここでダウンです。ここで試合終了。